今日は長野公園のアジサイのとこに来ております。長野公園っていうのは加瀬長野駅から歩いてすぐです。実はこうやってアンブレラがぶら下がっております。アジサイが綺麗だということで、長野公園に来ました。傘もこうやって見るとね、非常にいい感じですよね。私の夕方なんで影もこんな感じです。ぜひね、公園とかも楽しんでほしいんですけど、駐車場が閉まってる状態なんで、まあ、歩いてねこう見ていただくんやったら大丈夫かなと思います。よくこんだけ撮っていただいたなって感じがしますね。今パーティーの側にもこんなとこあるんだなって見てもらえればなと思います。ぐるっと回ってみます。いい感じですよね。これからカメラでも撮ってみようかなと思うんですけど、ぜひ河内長野の風景も楽しんでいただければなと思います。これは DJI のポケット2で撮っております。もう一回下から撮ってみますね。下から撮るとこんな感じ。こっちは自撮りの方も回してみます。今日はこんな感じで撮影しております。いい感じですよね。夕日がこんな風に今日は見えております。私はバイクで来ておりますけどね、歩いて河内長野駅からもすぐです。ぜひ河内長野の方にも来てください。ではまたお会いしましょう。